はい、黄金マンチアーカでございます。さあ続きをやっていこうか。2回戦頑張ります。張り切ってるのは石塚、角田、西野。じゃあ石塚で。お、いいじゃないですか。おー、全体的に調子いいか。チャンス。でも相手どん、なんか相手のなんか事前に能力を知りたいよね。ここだけの話、どんな強さがある、強さっていうかこうあるのかっていうのは気になるんで、一人一人。4日目、第2試合、厚木水産か。結構強かったけど、そんな強くないんだっけ、どっちだっけ。ああ強いと思ったんだっけ、見た目がなんか強いと思ったんだけど、実際はまあそこそこだったっていう感じだった気がするだよね。意外性のあるチーム、よしよしよし、ラッキーラッキーラッキー。こういう選手が、でもこういう選手がつなぐつ、こういう相手チームが続いてくると、後々すげえやべえ強いチームが来てくるパターンなんだよね。まあ見せてもらう、頼むよ。じゃあ、おっしゃ、抜けない、いい守備してる。くそ、いい守備してるな、おい。まあまあ、しゃべしゃべ、まだ序盤だよ。来た、ツアートの2、チャンス来た。ミラクル早野、くせ者、引っ張ってこうぜ、引っ張ってけ、頼む。よいしゃー、ミラクル早野、ありがとうございます。やっぱ早野いいね。よいしょー、2対0、いいね。石塚行こうか、お前も引っ張ってけ。やっぱキャプテンとしてちゃんと仕事をしてくれてね、ありがとうございます。おー、OKOKOK、 どうもいい、どうもいい。よっしゃ、裏裏、こっちの番だ。こっち全然ヒット1本しか打たれてねえじゃん、今の状態で。いいじゃん。お、究極の思考発動で、引っ張ってこうぜ、引っ張ってけ。よっしゃー、 OK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 、 ついたついた。おーしよしよし、3対0、いいねいいね。この利害性だけのチームに負けてたまるか。俺たちは実力と経験を兼ねてんだぜ。よいしょ、ヒットエンドランだな、これは。ヒットエンドラン、よっしゃ、効いた、エンドラン。よし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 、いいぞ。個性。さあ、どうしよう。黄色い線発動。転がす打法でいいな。積極的に転がしていこうぜ。おーおお、今、いい具合に叩きつけたね。よし、抜けろ、ダメか。今のはいい守備してた。うん。敵ながらあっぱれぞ。いや、でもこっちはいい。あ、全然大丈夫。ツアートなのに2塁。無理すんな。1点、1点ならいい。まだ。うん、大丈夫。5番か。あ、でもそんな強くなさそう。超ファイト発動。緩急重視。変化球中心で緩急を意識。な、ツアートだから無理する。そう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 。よいしょー、オッケー。オッケーオッケー、こっちの番だ。ノーダウンの1塁。で、バッターが、角田。強振。ヒットエンドラン。おっしゃー、あと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 あぶね。おいおいおいって。よしよしよし、来た来た来た。さあどうしたものか。強振。ヒットエンドラン。どんどん動かすよ、試合。よっしゃ、そして三塁走る。大成功。さあ、宮原。もう一点欲しい。強心臓発動。これはどうした方がいいかな。お任せのがいいのかな。お任せ。お任せた方がいいわ。よっしゃ、任せたのが効いたぜ。よし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 。なんか裏だから最悪ここで、コールド決めちゃってもいいんだよ。それはさすがにうまくいかんか。そういうフラグ立てるとよろしくないからさ、あんま立てませんよ。でも正直チャンスだよね、相手疲れてるから。相手ピッチャー疲れてるから、ここでそう、よし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 。で、あ、変えてくるね、やっぱり堀江。いいよ、渡部。こいつそんなに絶対交代したよな、途中で。まあいいや、引っ張って頼む。ワンナーズだから何でも。おっしゃい、いいねいいね。5対0、いいよいいよ。あと3点。勝利まで。コールド勝ちまで。お、来た。来た、ミラクル早野。頼む。見せてやれ。よっしゃー、ミラクル早野ー、さよなら満塁ホームラン、やったー。はい、勝利ってことでね。はい、9対0。圧勝。
まあ、さ前回の試合がちょっとそんなでもなかったのがちょっとあれだったんで、まあまあ、うん、今回は綺麗にもう勝たせていただきました。ありがとうございました。ミラクル早のいいね。はい、ということで3回戦進出やったぜ。いいね、早のが超頑張ってくれた。よし、いいぞいいぞ、うん、勝ちましたねっつって。おー、いいじゃんいいじゃん。へー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 、全体的に上がってきてるっちゃ上がってきてるのな。いいんじゃん。これさ、スタメンのやつら、これパワー全体的に、これミートとか C とか行くよね、多分このまま勝ち続けたら。関野がさっきのパワー B になってもいいし。いいね、ほぼ上がってきてるよ。早野くん大活躍、超ノリノリ。この超ノリノリのまんま試合行こうか。ホームチェック編。あ、なに、個性関東の鉄砲型。いいね、七夕、甲子園出場したいよ。そうすれば、テンション上がる。よし、信頼度も大事、うん、テンション信頼度、それ大事。成功か、フォームチェック、うん、ある程度のところまで進めちゃいますか。試合3回戦、3回戦頑張りましょう。注目選手は宮原、藤村、角田。まあ藤村だな、藤村お願い。お、いいじゃん、最高。相手はそうだな、ノリノリの岩崎が怖い、気をつけよう。相手の一番バッター、まあ、あれ、相手ここでそろそろ強豪来そうだな。相手として3回戦ぐらいで、うん、平塚、あれ平塚で強くなったっけ。栄光大学附属湘南高校対平塚。うわー、なんかもう伝統ありそうな超強そうな高校の服装ユニフォームだわ。もうあれ、あ、ワンチャンあるな。 CT に言うならそうだな、4番サード原と3番ピッチャーの名前忘れた。行こうか、藤村行こう。ラッキーボーイ発動、転がせだな、転がす打法で行こう。よっしゃー、つながった、いいね。まずヒットを打っていくことを大事。よっしゃ、一三塁のチャンス、藤村行こう。引っ張りだな、強振体を積極で引っ張り、積極的に行けよ。ダメよ、よいしょー、場外。よっしゃ、藤村、それだよ俺が待ってたのは。はい、4対0、いいね。あ、1点取られた。でも大丈夫、点差はある。1点取られたら取り返そうぜな、藤村。お任せ、お任せるぜ、フェアー。よっしゃ。でもスピードがないんで、シングルヒットで結構。よし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 。よっしゃ、2点取った。さらにまだチャンスは続く。バッター、角田。それ、大きな声で。ミート慎重。慎重にお任せ。うん。ミート慎重で今度その、あの、確実に1点取ろう、さらに。うわー、よっしゃ、フォアボール。よし、満塁、来た。で、バッターが、あ、ピッチャー答え、奥山。で、来た。来た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 。あ、お前、今日いいな。よし。最高。合わせた。積極的に引っ張って。頼むよ。ここで最悪試合決めちゃえ。あ、それダメか。頑張れ。あー、何、いい球入ったな。まあ、しゃないしゃない。よし。まあ、2点入ったんだ。こっちの番だぜ。藤村行くぞ、強振積極、おまかせ、頼む頼む。よいしょー、藤村ありがとうございます、場外ホームラン、ありがとうございます。いや、今年の4番はやっぱ期待ができますね。うん、たとえ守備位置がね、たが、あの、違っても俺は彼を信じる。やばい、点数取られ始めた。角田そろそろ変えてもいいかな。いや、まだ大丈夫だろ、4点差か。これによる。うん。おっと、マジか。やばいやばいやばい。ちょっと追いついてきた。やばいな。いや、ここで抑える。山根。ほんで、あの、めめしいめめしやがって。内角。いや、定位置はいかんかもしれない。大丈夫か。まあ、いいや。信じる。おー、そうそう。よいしゃー、ツアート。そして、バッター変える？平岩か。よし、そんな強そうに見えない。臭いところ行こう。変化球中心、定位置、臭いところ。ストライク、ストライク2。よいしょー、よく抑えた。オッケーオッケーオッケー、ここで抑えれば十分。こっちの番だ。取られたら取り返すぞ。で、なんでピンチなんだよ。よし、
内角中心、変化球定位置、よいしょ、初球を打ちました、頼むよ。あ、ちょっと待って、よっしゃ、よく取った、オーケー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 、ありがとうございます。さあ最後3人抑えるよ。ピッチャーは石田、うわこいつやっぱ4番原が怖かったんだ、思った通りだ。うん、うわーちょっと待って、マジかよ、おーぶの怖、おいおいおい、おっしゃー、うん、オーケーオーケーオーケー、確実に攻める、よっしゃ藤村、精密機械、変化球中心、定位置、外角中心、頼む、ストライク、ストライク、次も、あーダメか、ちょっと待って、うわマジかよ、ちょっと待って、あんまランナー貯めるのはよろしくないんだよな。外角中心、ボール、だから頼む、ストライク、なんでボール先行、よし抑えろ、よっしゃゲッツ、おいよいしょ、はい勝利、はい、勝ちましたということで、ベスト8進出、次回へ行きたいと思います。それじゃあまだねー。